タレント和賀健児こと當間幹雄容疑者ら7人逮捕、不動産詐欺の真相とは。タレントの和賀健児こと當間幹雄容疑者が嘘の登記をした疑いで暴力団幹部らと共に逮捕されました。當間容疑者は沖縄から中部国際空港に到着し、警察署へ移送されました。みんなの反応。梅宮達夫さんは人を見る目があったんですね。アンナさんが一緒にならなくて本当に良かった。この人は若い頃に華やかな生活をしていたけど、今は初老の犯罪者で、真っ当な仕事で得られる賃金は子供の小遣い程度に感じるんだろうね。だから生活が難しくてまた犯罪に手を染めるしかない。もともとヤクザとつながりがあったから、真っ当に生きようとしても利用されてしまうんだろうな。有罪になったら3回目の刑務所行きだね。1回目は詐欺、2回目は強制執行妨害で元妻も逮捕。梅宮達夫さんは我が賢治をよく見てたんだね。アンナさん、別れて正解だよ。梅宮アンナさんが我がのエールに応えて初めてまともなこと言ったと言ってたけど、62歳にもなって金絡みでまたやらかしたね。こういう裏表ある人は逮捕と更生の繰り返しで、気づけば80歳って感じだね。前回の事件で有罪になって財産を差し押さえられそうになったんだね。被害者に返す気はなかったみたい。刑務所は辛いって言ってたけど、また捕まったんだ。警察も見張ってたんだろうね。これで一生刑務所から離れられないかもね。彼がアンナと結婚するためにメディアを使って正義大将軍とかやってたけど、本当に正義があるなら黙ってお父さんに頭を下げに行くはず。子供の頃は笑って見てたけど、大人になった今はよくわかる。今も金のために人を騙したり利用したりして、簡単に犯罪を犯すんだろう。人間の根本は変わらないんだな。梅宮アンナさんの記事を読んでいたら、彼女へのエールが語られていた。でも、その直後に速報でニュースを見たアンナさんの気持ちを考えると腹が立つ。1年くらい前に過去の懺悔の記事や動画を見た記憶があるけど、他の人も言ってる通り、こう梅宮達夫さんの眼力と表現はすごい。3回目の逮捕で、行動会のヤクザとつるんでる時点で性根から悪だとわかる。達也には素晴らしかった。暴力団は薬と同じで、一度関わると繰り返す。更生施設もないし、更生する気もないんだよね。反社との関係は絶対にダメやで。こっちが縁切ったと思っても向こうはそう思ってへん。一度反社に関わったら堅気になっても戻られへんし、困った時にまた寄ってくる。親戚にもと反社と付き合いのある人がいて不安やわ。阿賀健二がドラマで草薙とステーキ食べてたの懐かしいけど、その後梅宮親子も苦しめたよね。北谷のテナントビルの件で警察が向きになった理由がわからないし、警察の行動にも疑問が多い。阿賀健二が若い頃、いいとも青年隊をやっていた時、高級車に乗っていたけど、ギャラは少なかったらしい。どうしたのか聞くと、まと言っていた。昔から変わってないね。この人は反社会勢力で、更生もできず他人に迷惑をかけるので厳しく対処すべきです。こういう人は日本のためにならないから、ウクライナかイスラエルに送れないかな。この男は心を入れ替えず、周りに示さなかった。芸能界に入る前からどうしようもない人間で、いいとも時代の人たちにも迷惑をかけた。30歳の時に話したけど、犯罪者とは思わなかった。梅宮さんはやっぱりすごい。このタレント、暴力団との関係がバレたからもう活動は無理だね。梅宮達夫さんの悪と言ってた人が開業発表会で金銭援助を頼まれた話、狡猾でひどい話だね。犯罪者がやったもん勝ちって態度、刑罰軽すぎ。100年くらい刑務所に入れろ。例の差し押さえ逃れの偽装登記かもね。懲りないね。もう62歳だっけ。起訴されたら次はいつ出てくるんだろう。逮捕されても裁判があるし、不起訴の可能性もある。でも警察の宣伝になるから気をつけて。タレントの羽賀健児こと當間幹雄容疑者63は、去年6月に沖縄の不動産で嘘の登記をした疑いで、今日沖縄から中部国際空港へ到着し、警察署へ移送されました。この人は懲りないけど、阿部常治氏の小説に出てくるプロの犯罪者とは違って、ただだらしないだけの人なんだよ。その人はお金絡みで問題が多く、結局いつも逮捕されるんだよね。こいつは真面目に働いたことがないし、こんなのが日本に多かったら大変だ。梅宮達夫さんは人たらしだって言ってたのを覚えてる。功績売ってればよかったのに、また土地絡みで逮捕。被害者がいないだけマシかな。暴力団と関わってたんだね。60過ぎても懲りないね。最近好感度上げる記事見たけど、
やっぱり期待裏切らない男だった。もともとやんちゃだけど気持ちのいい人だと思ってた。でも反社と一度でも付き合うと一生関わることになり、今回の事件の当事者にもなるんだね。更生して YouTube で復帰してたと思ってたから残念。みんなの反応としては、我が検事容疑者の再犯に対する失望と、梅宮達夫さんの洞察力を称賛する声が多いです。少数意見としては、警察の行動に疑問を持つ声や、厳しい刑罰を求める声も見られます。当チャンネルの意見として、我が検事こと遠間幹雄容疑者の再逮捕は、過去の犯罪歴や暴力団との関係が影響していると考えられます。更生の難しさを感じる一方で、法の厳正な対応が求められます。